9月1日。ついにオセロニアの新章が開幕した。それに伴い色々お得なガチャがあったから、今回はそれらを引いていくよ。まずはこの、新章開幕記念ガチャ。無料で引けるやつだね。と、その前に駒箱整理しないとな。あ、そうそう、今回録画ファイルに音声が入っていなくて、今流れている BGM は後から合成したものだが、ご了承くださいなんだぜ。さて、これでガチャ引けそうね。さ、私の運はどうかしらね。早速引いてみるんだぜ。さあ、いいの来い、シエンティアとか欲しいな。虹のかけら、まあ当然か。それじゃあ行くよ。効果音は想像で補ってくれなんだぜ。さあ、S5、何が来るか。ルルディオ、持ってなかったからまあよしね。あんまりユーデッキは使わないんだけどな。でも、今回の目玉はこれ。超ゴマパレード、新ゴマアップ。今回新しく追加された新御三家、ラファエル、アレス、アークワンは、どれもとんでもなく強力な性能を持っているのだ。どれか一つでも当たればラッキーだな。お、虹のかけら入った。これは期待できそう。虹のかけらは、S ゴマ確定なんだぜ。これは、出るか超ゴマ。1枚2枚、おお、3枚も。これはめっちゃ運いいな。頼む、なんか来い。おお、ファヌエルだ。すげえ、持ってないのは1枚だけだったが、ファヌエル初ゲットなのは嬉しいな。やってる人はわかると思うけど、めちゃくちゃ強いからね。どんどん行くよ、22連目。先月はクラスマッチも良かったし、カップ戦もレジェンド入ったから、めっちゃかけら持ってるからね。あ、初めて出たコマだけど。いまいちよくわからないな。かっこいいけど、もう1枚の S、ビクトリアはもう2枚持ってるんだぜ。33連目。爆死。44連目。最初の1枚は S5 まだ。この枝、やったー。これまた初ゲットの超ゴマだな。暗黒ユーデッキで活躍する優秀なコマだぜ。ノクタミアとか持ってないから、今は組みづらいけど、いつか使えるかも。今回の新超ゴマ、アークワンは、黒輪という新スキルを持ってるから、もし引けたら暗黒デッキ組めるかもな。そうね、それじゃあ次のサービス11連回しちゃいましょうか。S ゴマ1枚。さあ、そろそろ出るか新超ゴマ。きたー。おお、ラファエル、これは嬉しいな。55連で1枚当てただけでも神引きと言えるぜ。しかも、スキルレベルマックスで出たんじゃないかな。ラファエルは、新スキルの蘇生を持っているぜ。ぶっ壊れ性能と言われてるけど、使うのが楽しみね。さて、こっからどうしようか。もう撤退してもいいんだけど、おまけの超ゴマのかけら10個集めれば、超ゴマ確定ガチャが1回引けるのよね。おい、でも霊夢、もう星のかけらがないぞ。はい、ということで私のスキル、福沢諭吉を使って、さらに引いていきましょう。なんだそのスキル、ただ課金しただけだろ。みんな、課金は計画的になんだぜ。さて、まずは購入特典の、S 超ゴマ確定ガチャからだね。この際新ゴマじゃなくてもいいから、被ってない超ゴマ、なんか欲しいわ。まだ持ってない強いゴマたくさんあるもんな。ファヌルルー。あ、被っちゃったな、ま。まあいいわ、進化と等価作れるからね。それよりメインはこっち、今ならかけら40個で11連引けるし、おまけもついてるから、課金するのにいいタイミングだったのよ。ま、超ゴマパレードはいいガチャだもんな。さっきからいいコマめっちゃ当たってるしな。また虹のかけら見えたね、これまた楽しみ。最後の1枚だ。いやまたお前かよ、3回目はさすがに嬉しくないぞ。77連目だ。お、S5 枚いっぱい見えてんな。うおうおう4枚も、これはさすがに1枚くらいは。うおうおう。すげえ、今度はアレスが出たぞ。これはめっちゃ嬉しい、アレスとラファエルが一番欲しかったからね。アレスは、新スキルのリペアを持っている。これまた、使うのが楽しみだな。この勢いのままいったれ、88連目だ。うわ、また S めっちゃ出てんな。今日かなり運いいぞ。
オープネー、嬉しい。やったな、超強力な駒だぜ。てか2枚目のブブとジェンリーも出てる。この11連やばくない？すげえんだな、超ゴマパレードって。あと11連でもう11連回せるから、かけら使うのはこれが最後ね。S は1枚だな。嘘だろお前。アークワンって、99連で大当たりの新調ゴマ、全部出たじゃねえか。やばい。これは神引きすぎる。今後不運なことが起こらないか不安になるレベルだわ。いやーこれはすごい嬉しいな。さて、サービス11連回していくよ。また S は1枚だな。フレヤー。おお、よかったな。前から腰いって言ってたやつじゃねえか。いやー、もう大満足ですわ。めちゃくちゃ当たりすぎて頭がついていけてない。いやー、ほんと今回は神引きだぜ。さてそれじゃあ最後に、おまけで引ける S ゴマ確定ガチャを。オルプネー、かぶったけど、進化も投下も強いから OK ね。はい、というわけで今日の結果です。やばくないですかこの引き。上4列とルルビオ、平乱は駒バンクから出してきたんで違うけどな。ということで、令和の運を全て使い切ってしまった霊夢でした。ちょ。令和って、さすがにそれはないでしょ。まあ、というわけで、最後までご視聴ありがとな。また別の動画で会おうね。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。